はい、東京都山口です、えー。今日はですね、えー、こちらの、えー、名所ですね、えー、稲盛和夫さんの、えー「生き方」という本ですねもうこの本を読んであのー、やっぱりこう超一流の人っていうのは本当に、えー、素晴らしいなっていう、えー、そんな思いをですね、えー、自分も感銘をとても受けてる本なんですけれどもあのー 成功するために何が大事なのかっていうのはもうあのー、こう長くロングセラーの本っていうのはもう基本的なことは一緒に一緒なことを書いてるんですよ。えー、その共通点っていうのはこのね継続力なんですまあ最近流行った「グリッド」っていう本なんかもあのこの継続の大事さっていうところを、えー、教えてもらってるんですけれどもあのー まあ、僕のプロフィールをですね言いますと今39歳で、えー、投資をスタートしたのがですね、えー、大学2年生の時、えー、これ二十歳の時だったんですで今投資歴が19年目でラットレース、えー、まああの不労所得っていうので、えー、生きられるようになったのが28歳の時だったんで今ですね、えーまあ、会社員をイ退して11年目ということになるんです で、よくですね、あのー、28でリタイアしたっていうふうにお話をすると何ていうんですかねこう「あすごいですね」っていうか、あのー「山口さんって才能あったんですね」って、えー、言われるかもしれないですけども実はですね、えー、そんなことないんです。才能ではななく、ここの継続性っていいうところがす、えー、すごい大事なんです、ね、で、ね。僕この「生き方」の本を読んでとても「あこれ」 まさにそううだなっていうところがですねあの,このちょっとお話しすると第一章のですね「思いを実現させる」っていうところに書いてあるんですけどもちょっとこれすごいあの大事なところなんでちょっと読ませていただくと、えー、私が祭祀を買わないのは祭祀っていうのは何かっていうとあの才能ある、まあ、学生のことを祭祀。 今日をおろすかにすするる傾向がある方です妻子はその最地ゆえに僕なんかもあの投資クラブとかであのー、やっぱり結構こう高学歴の方ですとかあのー、いろんな方を見てるあの頭がいいなと思う方を見てるとあの何が効率的なんですかってもちろん効率を求めることっていうのは、えー、大事なことなんですけどもね。えー 最中夢なまじ先が見えると、えー、つい一日をじっくり生きる亀の営みをいといダットのごとくあのうさぎですね、えー、最短距離を行こうとするしかしこを焦るあまり思わぬところで足,ろ足を取られることもまた少なくありませんとまあ,あの稲盛さんはですね京セレの、えー、創業者なんで京セレにもこれまで優秀で利発な人間がたくさん入居者してきましたと。 ただそういう人に限ってまだ京セラが中小企業の時ですかねまあ大企業っていう時になってからもそうかもしれないですけども、えー、この会社には将来がないいと辞めていきました、ね、今の京セラで、えー、辞めるとかなんかすごいとか思いますけどやっぱり京セラの中小中小の時なんかは将来がないとね、えー、従って残ったのはあまり気の利かない平凡で、えー、転職する才覚もない どんなに人,人材と,いうことになるってまあこれですね実はここに書いてあることって僕なんかもあの僕のその20代の頃って今はさすがにこうやっていろんなプレゼンテーションとかセミナーをやってるんで山口さんこうあのすごく、ね、人前で大勢の前で喋れるんですねって言われることもあるんですけれども20代の僕の時なんか見たらですねあのね。本 えこの人成功するなんていうんでするんうでかね例えば金持ちさん読んで何か行動して「いや山口じゃダメだろ」うとか正直言って僕「君だったらできると思うよ」って言われたことってのは20代の,、えー、20代のね前半の時なんか一切ないですね。やっぱりこう ラットレースを抜ける直前とかそういう時はあのこの人はうまくいくよとか言われたことはありますけれども20代前半とか学生の時の僕を見てそんな生活ができるよなんて言われたことは一切ないですなんであの本当に僕はですね結構どんな人間ドンって鈍いどんな人間でもコツコツやり続けることが大事、まあ、すなわち継続が平凡を非凡に変えたのですと。 まあ、ここの、えー、生き方っていう本にも書いてあるんですけれども、えー、僕はですねあの若い時からこういう図なんかでですねやっぱり書いてあったんです、あのー、信じてたんですね例えばたった毎月1万円をね積み立てるって毎月1万円は積み立てられると思うんですよ、ね、毎月1万円を積み立てて年利10%で運用し続けると じゃあどんな風になにっっててくのかって例えば10年目僕が二十歳でスタートしたから30歳ですよねこれはまああのー、僕はちょっと1万円じゃなかったんで、まあ、210万円以上ねあも,もっと言うと1,000万円以上こうやって積みつってましたけれどもあのー、ねやっぱりこう210万ぐらいになるんですってで20年目で、うん、756万 まあその10%って言ったら75万ですからねで30年目から2171万円40年目で5800万で50年目にどのくらいになるかじゃあ山口が20でスタートしたら70歳ですよねで1億5363万円もうねあのー、こういうふうになってくんです こういうのを複りの力って言うんですけれども本当コツ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 ですねやっぱり、えー、お金を貯めてそれを資産に変えて再投資していくっていう力が、ね、たった月1万円ですよたった月1万円50年後には1億5000万になるんですよ、ねえー、10%で運用できたら年利で1500万ですよはっきり言ったら。 今の僕の資産額より高いです、ここは。まあ、僕はちょっとこう月1万円ではな,なかったんですけどね。でも、年利は10%です、僕も。なんで、やっぱりこういう少額なん、少額のものでも、ね、時間をかけるってことは、とめちゃめちゃあの大きなところに連れてくる、遠いところに連れてくれ,くれるっていうことですなんで、やっぱりこの本にも書いてあるように、 金持ちそさんの本にも書いてあるように、継続する力っていうのは本当に大事なんですよかなって思います。そして淡々とコツコツとやり続ける力っていうのが、成功への、えー、本当の道なんじゃないかなって思います。僕は多くの方で、多くの方見てきたけども、1年ですごくなったっていうけれども、はい終わっちゃったっていうね人なんかもたくさん見てきてるんです。ただ僕が大事にしてるのは、永続的に。 もっと言うと次世代までで残るる資産を作るっていうそういうううそ考え方ですよねでもう一つだけ言わせていただくと、ね、例えば僕が20でスタートして3040506070じゃないですか。ってことは人間あの子、ー、福祉の力を活用する人間っていうのは長生きすることそして健康でい続けることっていうのが大事なんです。ってことは何が言いたいかというと残りのね 健康な期間の人生の期間っていうのは資産だってことですね今20代だからって30代だからって言ってねあのー、別にねあの栄養とか健康なんかいいやってそんなことないんですよ。若い時のライフスタイルっていうのはとても重要になりますんでだからあのー、結構給料は高いけれどもブラック企業なんか勤めてる方なんかは僕はぜひですね健康 そして長生きすするることっっててのは資産に変わるんですよって今人生100年時代を目の上の単行目に思ってる方なんかもねいらっしゃるかもしれないですけども人生100年時代っていうのは資産投資をすること人にとっては全くないチャンスなんですよなんで健康で長く生きる若い時から健康で長く生きる体づくりね栄養そういうところなんかもですね、えー なかなか20代は意識できないかもしれないですけれども是非ですね大切にしていただければと思いますえー、いいと思ったらですねチャンネル登録よろしくお願いしますご視聴ありがとうございました